どうも皆さんお疲れ様です。じわじわと申します。この度 YouTube のゲーム実況動画を始めました。これを見ている方はね、初めましてですね、よろしくお願いします。もしよければですね、最後まで見ていってください。それで、記念すべき YouTube 第一歩として始めようと思うのが G1 牧場ステークス。カエロソフト自体で見たことあってもやったことなかったんですよね。で、何からやろうかなと思ってたら、競馬あるじゃんってなったので、この YouTube やるって決めた時から最初これだと思いましたね。前置きはこれぐらいにして、それではプレイしていきます。じゃあスタート。牧場名ですか。やっぱ、ジワ牧場で行きたいと思います。パッと見、まあ、良くないよね。弱そうというか、いい馬出るんかなって感じ。じわじわとね、攻める馬を作っていきたいと思います。はい、それでは決定。バグの色、馬の色、青と、あ、これって、でディープインパクト色、ディープインパクトの勝負服ですよね。まあわかんないですけど。で、これは武井豊さんということで。それでは、これでスタートしようと思います。桜庭美奈子。おはようございます。じわじわ牧場の秘書を務める桜庭美奈子です。これからよろしくお願いします。今はまだ小さな牧場ですが、いつかは夢の三冠馬を生み出せるように頑張りましょう。ああ、いいですね。三冠馬確かに作りたいですよね。困ったことがあったらいつでもメニューのシステムから遊び方を選んでくださいね。まずは馬を購入しましょう。メニュー、馬、購入するを選んでください。馬購入、新しい馬を探します。血統によって能力の伸び方に違いがあるようです。ドサンコ系、シャトー系、芝を得意とするスピードの馬、頑丈で根性のある在来、芝を得意とするスピードの馬。もうこっちでいいでしょう。こっちにします。シャトー系の馬を探します。はい、了解しました。何頭か候補を探しますので、しばらくお待ちください。シャトー系の購入希望を出したところ、業者から3頭の情報が届きました。どの馬にしましょう。黒ブライアン、流れブライアン、シャトーブライアン。ブライアンばっかりですね。黒ブライアン。これは、芝が20丸、ダートが丸。で、いい。B プラス。瞬発が高いですね。あ、一緒か、みんな。あ、一緒じゃん。全部一緒ですね。どうしようかな。まあ、とりあえず、これ一番高いし、瞬発も60人高いんで、この黒ブライアンにします。購入。お、新しい競走馬、黒ブライアンを獲得しました。かわいいですね。他にも馬を購入しますか。他にも買えるの。え、じゃあ、これオスメスないんですね。じゃあ、こっちの馬ももう一頭買いましょうか。新しい競走馬、流れブライアンを獲得しました。これは足毛の馬ですかね。茶色の毛色で、可愛いですね。他にも購入。いや、3頭はいいでしょう。とりあえず2頭でいきます。じゃあ、この2頭で取引を終了します。初の競走馬が私たちの牧場にやってきました。早速デビュー戦に向けて調教していきましょう。馬を選択してください。牧場にいる馬を選ぶと詳しい状態や練習を指示できます。特別調教を行うと馬の能力を伸ばすことができます。ここでは普段自動で行われている調教の時に優先的に利用する施設が指定できます。特に指定がない場合は馬の調教に合わせて自動的に最適な調教をしていきますのでご安心ください。あ、じゃあ任していいってこと？これ。いろいろ選べるんですね。放牧地。馬が元気になる。ウォーキングコース。利用して馬の能力がアップ。プールとウォーキングコースで影響が結構あるのかな。全部入れちゃいましょう。じゃあバリバリ鍛えてもらいましょう、最初は。はい、君もこれだ。奇襲が来たら担当ですね。調教能力が高い人ほど効果的。なるほど。じゃあ特別調教を行います。まあ、これはいいのかな。あ、これはいいですね。じゃあ、黒ブライの特別調教。スピード練習、ピッチ練習、荷車を引く、反復横跳び、マッサージ。反復横跳び？馬が大丈夫？じゃあ、手始めに、じゃあ、スピードをね、やっぱ上げていきたいよね。なんかスライド練習、これにします。スライド練習中。完了。あ、速度がプラス3、疲労度プラス2。あ、まだできるの。あ、お金があるから。だから気力が減るんだね。じゃあ、スピードを上げていきましょう。疲労度プラス2。まだいける？まだいけるじゃん。こんなにやっていいの？大成功。プラス4。結構瞬発まで追いついてきたよ。じゃあ、もう一頭の流れブライアン。じゃあ、スライド練習。同じやつやっても意味ないんだよね。ってことは、長距離向きとか器用とか、そっちの方がいい。じゃあ、反復横跳び。瞬発も上がるじゃん。これいいっすね。いいね。かわいいね。気力が足りないようです。なるほど。馬なり新聞最新号が発行されました。
じわじわ牧場で育成中のお馬さんに調教計画が指示されたことが分かりました。調教計画で指定した施設は普段自動的に行われている調教の時に優先的に利用されるようです。それとは別に特別調教をすることもできるので、馬の調子や疲労や調子を見ながら最適な調教をしていくといいでしょう。牧場長、工事を進めてたウォーキングコースがついに完成しました。特に指示をしなくても施設近くの馬が自動的に利用し経験を積んでいきます。なるほど、かわいいね。はじめまして。レースから牧場まで競馬情報を網羅する新聞として創刊されました。近くの盛り上がりを見せる競馬ブームをスピーディーにお伝えしていきます。まずは先日じわじわ牧場が誕生したとの情報をつかみ、愛馬にまたがり取材に出かけてみました。まだ設備が少ない小さな牧場でしたが、着々とレースに向けて準備を進めているように見えました。今後他のライバル牧場との戦いをどのように走り抜けるか楽しみです。あ、やっぱライバルいるんですね。これお金ってどうやって稼ぐ？とりあえず反復横跳び絶対好きでしょ。クロブライアン君、クロブライアン君も気力が20になりました、ね、間違えた。大成功。瞬発力、瞬発バチバチ上がる。スライド、スピードを持ってね、短距離勝負といきたいですよね。レースにどう影響するかが全然わからない。気力なくなりました。いろいろなんかやれることがあるのかな。建築で調教、お店ソフトクリーム屋、3枚で建てて、これちょっと建ててみる。ここ、オッケー。アイス屋さんも普通にあるからね。経験値、マックスになった？完了。ソフト、お、夜になった。あ、主屋ですね、主屋。維持費2500円。まだ安いか。今度はこっちが行ったよ。流れブライアン。君たち、気力はどうかね。気力19。よし。めっちゃスピード上げるんや。大成功。次、君。流れブライアン。流れブライアンは反復横跳び。もう飽きてくるやろな、こんだけやったら。牧場長、お客様がいらしております。こんにちは。私は地方競馬会で会長を務めておるものです。おお、地方競馬会会長。私たちは地方でのレース開催を通じ地域の活性化を目指すための組織です。さて、じわじわ牧場の視察に来たのですが、おや、初めて見る馬がいますね。ちょうど新馬戦が近く開催されてますのでご参加いただけませんか。申請書をお渡ししますので記入後事務所へ輸送をください。切手は貼ってありますよ。お、オープンしたばかりに随分耳が早いですね。メニューからレース選ぶと参加できます。お、レース来た。レース来たよ。新馬戦。賞金は7万円。なるほど。馬場は芝。弱い。弱いってなんだ。近くは2頭。新馬のみ出走か。シンプルな円形コース。最後の直線は速度と根性。根性ね。新馬戦に参加申請する。出場する馬と騎手を選ぶことができますよ。クロブライアンで。騎手をお願いする騎手の方が選びます。追い込みが高いほど直線のスピードを伸びるようです。追い込みが高いと。あ、これ栗山マコロン、アンコ、ミケ、野田、末次、後藤、清、鳥山、明子、うまい、ケル、杉、ジュニア、ファイブ。なんじゃそれ。名前がユニークやね。あ、でも、うまい、ケルが一番いいんじゃない？うまい、ケル。高っ。ちょっと、3万9000はちょっと出せないですね。追い込みがいいんだね。この栗山マコロンでいいんじゃない？とりあえず栗山マコロン。行ってみます。姿勢。来月の朝8時に開催されます。楽しみですね。来月の朝8時。今5月なんで、まあ、ジレース来月って書いてあるね。よし、反復だ。何もかも反復なんだよ、人生。でも、だいぶ伸びてきたね。瞬発、クロブライアンに追いついてきたんじゃないの？さあ、最後の調整だ。スピード。ああ、器用さっていうのがもしかしたら、カーブに強いのかもしれないね。ってことは、このクロブライアンももしかしたら反復横跳びしないといけないかもしれないですね。反復横跳びもしかして最強なんじゃない？よし。ひたすら反復横跳び。コーナーリングの鬼になりなさい。大成功。ひたすらもうやるしかないね。夜になった。よし。これでレースなんじゃないの？ 8 時っつってたよね。速度100いきそうじゃない？これで。もう一回いける。レース前にスピードを上げていく。これがレースにどう影響するかが全くわからない。来たよ。ついに新馬戦の開催日になりました。緊張しますが応援に出かけましょう。じゃあ、出発。いやー、どうなるの？埼玉競馬場。新馬戦、芝600。競馬ファンの皆さん、こんにちは。今回芝戦ということで埼玉競馬場に6頭の初々しい大馬さんが集いました。さあ、本馬場入場です。
クロブライアン、1枠クロブライアン、鞍上は栗山マカロン、調教ではいいタイムで前評判が高いまで、器用さにかけ直線までの展開に工夫が必要です。栗山マカロンさんが騎乗した分のボーナスが入りまして、レースにどう影響するか楽しみですね。なるほど。2枠はワイルド・ウマダーヨ、鞍上は柴田・芝生。3はクイーン・カメハメ・ホー。カメハメホスピード勝負なら上位、パカパカ駆け抜ける田中松尾、ゴールドチャージ、三幸秀治、圧倒的な1番人気、スタミナが優位のロバノフ一世、椎茸ひろみ2番人気、うちの馬は何番人気なの。1枠1番クロブライアン君、このディープインパクト服ですよ。さあスタートしました。今どこ追い込みで2番に行ってます。今4番、今5番、これいける。今3番、あと200、5番、今5番手、今5番手、いやーどうなるのこれ、どうなるの、あと100、あと100、追い込め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 、何着何着でした？ゴールドチャージ。3着だ。3着でしたね。3着賞金で2万1000。なるほど。未勝利クラスに、まあ、ランクアップっていうんですかね。疲労度も上がっちゃった。知名度、学生。無事に初めてのレースを得ることができました。ご褒美に人参をあげておきましょう。初戦は勝利で飾れなかったので、クロブライアンの賞金クラスは未勝利クラスになりました。レースで優勝できれば賞金クラスがランクアップして、出場できるレースが増えてきますよ。長距離能力を伸ばし、今後の巻き返しに期待しましょう。あ、クロブライアンの能力が成長したようです。レースの出場経験を積むことで、自動的に能力が伸びることがあります。次のレースに期待が集まりますね。中央競馬会長、どうもこんにちは。先日クロブライアンの活躍をラジオで拝聴し、一気にファンになりました。惜しくも勝利はできませんでしたが、素質は十分と思います。ところで話は変わりますが、まだ牧場で働く騎手を雇っていないようですね。ここの名前も関係者に十分伝わったと思いますし、何人かご紹介できると思いますよ。それはありがたいですね。馬たちもきっと喜ぶに違いありません。メニューの騎手から雇ってみましょう。メニューの騎手、その前に人参をあげさせてくれよ。どうやって人参あげるの。いや人参ねえじゃん。人参ねえか。てかとにかく疲労度下げないとかわいそうだ。騎手雇用、現在候補の方が4名います。どなたを雇いますか。さっきのマカロン、これでまたあれかな、能力鍛えれるのかな。これ契約したらどうなるの。これ言ったらうまいケルでやろ。うまいケルでいきます。うまいケル雇用します。鳥山明子、鳥山明子もいいかもしれないね。一目で馬の体重を当てられます。すごいね。これは野田末次は魔術師と呼ばれる技量を持ちたい。持ちたいのかい。持ってはない。20年前に引退し現役復帰を目指す。現役復帰ね。じゃあ明子も雇用します。もう二人でいいでしょう。時々ご覧いただけると幸いです。じゃあ後々来るんだよね。あ、来た来た。新レース未勝利戦が追加されました。どうもこんにちは。聞いていた通りのいい牧場ですね。これから住み込みで頑張りたいと思います。メニューの検知から宿舎を立ててみましょう。馬の近くだと飼育もうまくいきそうですね。家がない。家がないっつってます。家がない。うまいけど家がない。先におばあちゃん取られた。これは年功序列の世界ですね。じゃあこの辺に1個立ててあげましょう。で、これお金なくなっちゃうよ。そろそろ買ってくれんと。ここで。はい。マイケルの宿舎立てました。さあ調教するぞ。あんだけスピード鍛えたのにまだ3着だからね、どこまでやればいいんやって感じ。次はでも流れブライアンを出走しないと。あ、ここにレースに出るって書いてあるね。疲労度がやばい。疲労度が完了できたぞ。家できたぞ。君たちは鍛えれんのかな。あ、できるじゃん。じゃあマイケルを特訓します。体力、縄跳び、無知の扱い、調教の勉強、調教の勉強が1万円。調教の勉強しよう。完了。1万円ってもうお金ないよ。で、体力もいるの？無知の扱いでいいじゃん。あ、これでいい。あ、これでいいじゃん。縄跳び。縄跳びしまくって、コーナリング上げるのくらい。やったーって。日本語も上手なのか。あ、気力がなくなったら終わりだ。いいね、いいね。じゃあ、おばあちゃん、鳥山明子も縄跳びで。能力上がるんだね、おばあちゃん。馬術すげえな。馬術。やっぱこう、年を重ねるとこう、
馬とかね、まあ、生き物に話しかけで聞きますしね、お話できるってよく言いますからね、できるんでしょうね。ブライアン、流れブライアンはまだレース出ないのかな。鳥山明子さんが黒ブラインに乗って自動調教を開始しました。担当者の調教能力が高いほど馬の成長をうまく引き出し、緑色の経験バーが溜まると馬の能力がアップします。あ、なんかあったね、さっき。これの、これだ。ここに黒ブライアン担当させて、うまいけども流れブライアン。これでいいんだ。これ建築して、プールも建築した方が、長えな、これ。長えよ。はい。プール建築。こいつ疲労度回復しないじゃん。どうしよう。やっぱ、反復横跳び。反復横跳びしていこう。黒ブライアン君も。じゃコーナリング、ああ、やっぱスタミナなのかな。とりあえず100目指そう。速度100を目指して一旦。そこから器用にな、器用も上げていこう。こう、もうすぐ器用100いくね。この子早く新馬戦出したいんだけど。お、いいね。プラス6めちゃくちゃ上がった。あ、次ぐらいでいいかもしれないね。あ、レース出る、あるじゃん。レース出よう。レース出ます。エントリー。騎手はもちろん、この前から来てもらっている私たちの牧場の騎手の方に依頼できます。依頼料ないからいいよね。もちろん、うまいけど、新鮮。牧場で、このプールを作ったから、このプールで疲労回復ができると。で、1個しかないから、もうこいつらがやったら、え、てか、お前疲労ないよね。流れブライアンは疲労ないんだけど、変われ、こっちと。これどうなるの？器用。あ、器用曲がってるわ。すごい。おばあちゃんの馬術力。すごいね。新馬戦来月です。馬、どうかな？調教。気力上がりました。あ、速度100いってる。どうしよう。器用上げていくか。器用上げていこう。いいですね。疲労度がね、ちょっと高いよね。あ、てかお金ね。やばい。出稼ぎ行ってもらわないと。よし、これで、器用度は100いったかな？あ、まだだ。はい。よし。あ、惜しいな。またちょっとじゃん。出馬投票って何？この子の疲労を下げたい。どうしよう。ウォーキングコースにおるから、これとこれが上がるんだ。ってことは、プールはスタミナ瞬発。放牧地を立てないといけんのかな？放牧地立てよう。いや、立てれんわ。金がなさすぎて。え、だから、変わるって。同じとこ行くなよ。速度バンバン上がっとる。よし。新馬戦来たよ。流れブライアン。頼むぜ。当7万円だったかな。稼いでくれ。新馬戦。今回は、エア走ってる。丸山丸太。丸川丸太。ワイルド馬だーよ。流れブライアン来た。お、なんかすごいよ。これ。プラスがすごい。また来た。クイーンカメハメ砲。パカパカ駆け抜ける。まただ。ロバノフ一世。ちょっと人気見てなかったけど。3番ですね。差しになってる、作戦は。今、出負けするよね。今5番手。追い上げ、追い上げ。追い上げ。これ、早くね？ 1位のやつ。早くない？よし、させ。させ！させない、させない。なんか、スタミナがない感じだったね。1500円。ゲット。新馬戦勝つのっていうのがきついのかもしんない。あ、やっぱりそう？スタミナ調教です。そうか。馬術能力が高いのって、このおばあちゃんだったよね、確か。疲労がだいぶ下がってきたけど。じゃあスタミナなのかな？スタミナを上げないとダメってこと？スタミナバンバン上げていこうか。ダメだ。もう調教できねえ。金がなさすぎる。この子らの引退っていつなの？これレース出てみようか。だと、短いオーバルが速度と器用さ。速度と器用さならこいつあるよ。鳥山明子で。やばい。お金がない。これはひたすらレースに出続けて勝ってもらうしかない。この二人を雇ったのって騎手の中では一番高いやつ。だからコスパがいいはずなんだけども、結果は出てないよね。そんなもんなのかもしれないけど。よし、明日になったよ。次の日になるよ。頼んだぜ。9月になっちゃったよ。うん、絶対そっちだね。絶対そっちに行くようになってるね。あ、来たよ。出発。頑張れ。今回は愛知。いやー、わかんねえわ。いや、追い込みでいいんじゃないの？スタミナないし。追い込みでいいです。
いや、走ってる。ワイルドウマダーユ。クロブライアン。あ、スタミナが、なんか知らんけど、めちゃくちゃ上がった。麦社長。バカバカ駆け抜ける。今回、五島立て？五島立てだ。麦焼酎か。麦焼酎には勝ちたいね。3番です。出た。追い込みで、残り300。追い込みやけれど、あ、一番後ろ7年だから、あの一番が早いんだって。いける？さあ、残り、直線、直線、来たよ。スピードを見せるとき。おー、いってないやー。なんか被ってんじゃん。これ、惜しかった。被っちゃったね、直線。これでもう勝てそうやったね、今の。めちゃくちゃ早かった。どうやって人参をあげたらいいんでしょうか。全然人参ないんですが。あとはくれるんかな、アイテム。この後厳しい練習すると体調崩す危険があります。しばらく特別調教をやめた方が良さそうです。疲労は自然と回復していきますが、施設の放牧地があると早く元気になります。やっぱりそうなんだ。じゃあ流れブライアンもレースに出れない。でも、放牧地建ててたら、5万円でしょ？あと2万円しかなくなっちゃう。2万円しかないけど。建てるか。はい。2万6000。お、ちょっと資金が少なくなってきましたね。仕方ありません。我が家に家宝として伝わる竹槍を売ることにします。竹槍？もう宅配はありませんので。お金の使いすぎに注意しながら牧場を運営しましょう。10万円。ありがとうございます。10万円も持ってたの？てか、竹槍10万円もするんだ。完了。放牧地に。どうやったら来てくれるんでしょうか。勝手に行くのかな。7800円引かれました。でこれで一勝するのも結構難しいよね。もう秋になっちゃったし。あ、放牧行ったよ。放牧行った。あ、寝てる。寝てます、寝てます。あ、よ、やっとこ、やっと流れくん来れたね。やっと流れくんが歩けたよ。ずっとプール3ヶ月ぐらいやってたからね。動物型クッキー業界4位の希望。これモロッコ市政か。それどうなの。この度弊社ではオムサの魅力を広めるために草競馬を開催することにいたしました。素敵な景品もご用意してますのでふるってご参加ください。新レースモロコシ記念が追加。もうレースなんだね。とりあえずこいつ出したい。流れくん。草競馬のモロコシ記念が追加されています。光栄ではないので馬の賞金プラス関係なく全ての馬が参加可能です。勝利すれば素敵なアイテムを手に入れます。腕試しにチャレンジしてみましょう。いいじゃん、これでいこう。バランスのいい子、全体的な全般的な能力が必要。大丈夫でしょう。じゃあ、うまいケルで。いきます。モロコシ記念って何ですか？モロコシ記念。トウモロコシのことだよね。でも4位ってどうなの？微妙なのかな？そもそもライバル何チームいたのかっていう話にもなってくる。どこに行く？クロブライアンまだ放牧します。あ、プール行った。プール好きだな。これ、牧場運営していくのにも。たくさん勝たんだけど、ついにモロコシ記念の開催日になりました。緊張しますが、応援に出かけましょう。よし。モロコシ製菓の草競馬。チョコ、コロネスケ、流れブライアン。めっちゃ強くない？めっちゃ、全部100超え。虫刺されたてに、スマホに変えちゃうの。堀ゆうたろう。あ、右回りだ。五島立て。作戦は刺し。変えてない、ずっと。さあ、出ましたよ。右回りもまた、なかなかいいですね。3番手、今、差しに構えております。うまいケルがなんとか、やってくれるんじゃないな。残り100。お、え、行ったんじゃないこれ。あ、行った。勝利。おー。勝ちました。3万2000。太い。流れブライアン。強い。フリーターの知名度も上がった。お、表彰式。おー、初勝利。じわじわ牧場初勝利。流れブライアン、一世。初優勝おめでとうございます。流れブライアンの活躍で弊社の知名度もうなぎ登りです。うなぎ登りなんだね。今回そのお礼も兼ねて特別なアイテムを贈ります。馬メダル。馬メダルが25枚手に入りました。馬メダルは画面右上に表示され、今後研究等に使えるようになります。大切に貯めておきましょう。これか。牧場設計図、休憩所。いろいろ増えた。研究室、休憩所、研究。OK。すごいね。馬なり新看護。先日のレースでじわじわ牧場の流れブライアンが初勝利。
予想屋の間でも驚きいろいろあり、ここまで強くなっていたとは思わなかった。今後は大きな注目株だね。もちろん個人的には当てたけど、と語りながら物陰で馬券を破っていました。馬にとっても一度勝利をすると走る喜びを知ることがあるようで、今後の伸びにも期待が持てます。なるほど。あ、なんか来たよ。はじめまして。僕はこの前社会科見学で競馬場に行ったのですが、流れブライエンにしびれて今日は休日を利用して牧場まで会いに来ちゃいました。うわ、コアなファンだね。しばらく見学しながら絵日記でも書こうと思ってるんで、よろしくお願いします。おー、今後学生さんが牧場見学に訪れます。なるほど。へえ。お、フリーター、こんにちは。私は競馬関係の仕事に就きたいなと思いつつ日々勉強しているものですが、競馬場で答えが見つからなかったのはこの牧場でならと期待を込めてきました。フリーターさんが牧場見学に訪れます。さあ、ソフトクリームどんどん買ってください。1000円するん？1000円もするよ。めちゃくちゃ稼げる。ウブナリ新聞最新号、じわじわ牧場に初めて見学客が訪れているようです。インタビューを試みたところ、先月のレース見て流れブライアンの活躍に目が奪われました。ぜひ会いに行きたいなと思ってましたと笑顔で答えてくれました。見学客は牧場内のお土産屋を利用したり、写真の撮影代を払ってくれたりと、牧場の貴重な復習が得られます。馬も人も満足する、立派な牧場を目指していくといいでしょう。確かにね。え、だってさ、1個1000円でしょ、これ。めちゃくちゃいいじゃん。1500円、レースより稼げてる気がする。また来た。めちゃくちゃ来るよ。学生さん、新たに休憩所が建築できるようになりました。休憩所か。そもそも休憩所って何するとこなの？さて、クロブライアン未勝利戦、もう一回出てみましょう。鳥山さんで、いきます。お金を稼がないといけないから、特別調教やりたいけど、ちょっと今できないよね。休憩所建てよっか。ここに。未勝利戦の開催日になりました。緊張しますが、応援に出かけましょう。いきます。そろそろ勝ってほしいね。さっきもね、勝てそうだったもんね。お、麦焼酎、エア走ってる。クロブライアン。スタミナだいぶ上がったよ。バカバカ駆け抜ける。ワイルド馬ダーイ、これも左回りですね。未勝利戦、これ G1 とかあるのかな、勝てるんかな。さあ、追い込みにしました。さっきも前詰まっちゃったからね、直線でやっぱり外に出さないと。さっきの感じでいくと、こっからもう上がってって、外に出して、外に出して、外に出してって。あ、い、あ、おー、また詰まっちゃった。また詰まっちゃった。え、勝った。え、勝った。勝ったじゃん。すごい。6万円ゲット。500万クラスに上がりました。さすがだね、クロブライミング。おー、勝った、勝った。めちゃくちゃ振り受けてたけど。賞金クラス500万になりました。今後出場できるレースが増えそうです。いいですね。初優勝おめでとうございます。興奮のあまり聞いていたラジオを握りつぶしました。今後の活躍に期待して、便利なアイテムを副賞に差し上げますので、ぜひご利用ください。あ、30枚もらえた。お、パンプキン男爵、さすらいの競馬貴族。先日のレースを見ましたが、なかなかいいものをお持ちのようで、決闘を申し込みます。もし私に勝てた暁には秘蔵のアイテムを売ってあげましょう。パンプキンマッチが追加。これも草競馬なんだね。じゃあ未勝利戦も勝ちましたし、今日のところはここら辺で終了しようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。じわ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